こんばんは、西尾です。プーケット2日目の夜です。今日散々ですね、福建麺というのを食べまくって夜を迎えまして、ちょっと別のものが食べたいなと思ってですね、やってきたのがプーケットの南の方です。最南端。今僕はガロンビーチのわらぶりホテルっていうところ泊まってるんですけど、ここのですねスタッフのおばちゃんがいいとこあるよ、シーフード食べるならっていうところで教えてくれたのが今日来てるここです。なんか地元の人が行くそんなに高くない、店だよっていうことで、どうも見てみると何軒かこうシーフード屋がずらっと並んでるエリアです。そのおばちゃんが紹介してくれたとかおすすめって言ってたから、ここですね、後ろ結構やっぱもうお客さんが入ってまして、1階はほぼ満席です。でここの特徴はですね、その店の向かい側にあるシーフード屋で自分でシーフードを選べる。でここで買ってお店持って行って、そこで調理してもらうということができるのが特徴だそうです。ちょっと見てみましょう。これがちょうどその目の前にあるね、シーフード屋です。いろいろあります。これホタテ、ホイワンとかいろんなあれで、あ、これはあれだな、キカングラダンって珍しいやつとか、エビ、ロブスター、カニとか魚とか、あとイカだとか何度かんとかいっぱいありますよ。めちゃくちゃ新鮮や。ロブスターもうまそうよ。といった感じでこのシーフード屋ですね、いろいろ売ってて、ここで買って持ち込んだら100バーツかな、1キロあたり持ち込み代がかかるんですけども、いろいろお好みの料理をしてもらえるということだそうです。ちょっと今から店内行ってみます。今日頼んだのはチャンビールです。はい、じゃあ皆さん乾杯。さて今日やってきたのがコンパーシーフードです。できました。まずページを開くとですね、じゃね、ロブスター君がずらりずらりと並んでます。まあ時価だから値段書いてないんですけど、いろんな調理方法でロブスターが並んでおります。じゃね、もうロブスターですね。あとはまあシャコとか、カニ、エビ、もろもろいろいろございます。ちょっとここから選んでみたいと思います。1品目来たのがレモングラスのこのスープで煮たやつなんで、これ僕結構好きでですね、スープというかレモングラスのスープが好きなんですよね。これね結構うまいんですよ。すごいさっぱりしてて。はい、ではいただきます。なんか結構ねあさりに似た貝ですよね。あさりなのかなこれ。これねスープが本当レモングラスの香りして、ちょっとねチリが入ってるから辛いですけど、レモングラス好きなら絶対気に入る料理だと思う。このまんまうまっ。さあ今回オーダーした中で一番のメインです。ででーん、ロブスターでございます。グリルしたロブスターでニンニクも入ってます。バターも少々かなっていうものです。これ1匹1500バーツでございます。贅沢やな。あ、こちらでございます。1匹1500バーツ。これをだからもうガツンと終わっちゃって、おお味噌が出てきたよ。こう取ってこんな感じかな。おお出てきた。でこちらロブスターの身でございます。超うまそう。あ、うまうまいわ。皆さんこれうまいです。やっぱうまい。これやっぱりね焼いてるから香りもいいしね、ちょっとね中にバター入っててその甘みもあるし、ガーリックの香りもあるし、なんだかんだっつってそのロブスターの肉厚っぷりが素晴らしい。続いてちょっとねこの味噌のあたり絞りいっちゃいましょうか。醤油とですね、たっぷりと味噌を塗ってみます。皆さんやばいです。これは、いただきます。これは言葉いりません。超うまい、超うまい。目覚めた。ああ、まだまだ。パンは身が、卵があるよ、身が。まあこれだ、もう1500バーツって日本でいうと4500円から5000円ぐらいですけど、ちょっと一見すると高いですけど、でもこれバンコクで食べると多分2000バーツぐらいするんですよね。なのでやっぱりね、こういうとこ来ると安いです。やっぱり新鮮ですしね。だから絶対食べて損はないと思います。味噌いただきます。うまいしか言えん。うまい。乾杯。今ですね9時20分です。全部食べられました。ロブスター、超贅沢でございます。どうやらですね、この向かいのシーフード屋さん、売ってる店ですね、9時で閉まるみたいです。こっちのレストランの方はね、まだまだ空いてるんですけども、ということでプーケット最南端でシーフードを贅沢にいただきました。もっとね、本当に大人数で来たらいろんなもの食べれるんですけど、珍しいタイ南部しかない貝とかもあったんで、それも食べなかったんですけども食えませんでした。皆さんがタイ来るやったら、ぜひ皆さんと一緒にプーケット来て、いろんなものを食べたいなと思います。皆さん一緒にツアー行きましょう、プーケット。ぜひそういったご希望があればコメント欄も書いてください。じゃあまた明日からもプーケットいろいろと巡りたいと思いますけども、今日はこの辺でお別れします。 SNS、インスタグラム、ツイッターフォローしてください。概要欄載ってます。じゃあまた次回お疲れ様です。さよなら。